本日のアンケート。あなたスマホ携帯のキャリアメール使っていますかキャリアメールって僕もよく分からなかったんですけど要するにあの携帯会社の名前がついたメールアドレスねありますよね会社の名前が入ってんのズバリはい A はい使ってますよもう頻繁に使ってるよもしくはたまに使ってるよっていうかこれメインだよとかねはい B うんんもう使ってないよこれ以外だよ LINE、えー、だよとか あもしくはメールでもあの別のメールだよとか。はい。B が EA 使っていません、えー。メールで参加する方は hip アットマーク ROKINAWA.CO.JPHIP、ok、アットマーク ROKINAWA.CO.JP、ok、あいよ。電話がですね098869-864で。はい。 ファックスが098869の2202となっておりますので今日もですねいつものように1時までは、A、と b のパーセントがこんなになるんじゃないのかトントントンと言って予想もタッカーしてからに送ってください見事ぴったしカンカンの方にはお米券をプレゼントしておりますのでティーサージに参加する全ての皆さんは住所本名 電話番号えそして郵便番号をタッカーしてからに張り切って参加してみてくださいお待ちしておりますよ正午のニュースはガスはもちろん暮らしのことは何でもご相談くださいギノワンガスの提供でお送りしましたはい響きどうもありがとうございました響きさん はい、スマホとか携帯のキャリアメール使ってますかって言ってあの携帯会社の名前がアドレスに入ってるやつああはいはいはい,はい、はい、携帯会社のメールアドなるほど使ってますかとえー、っとまあ契約した時に紐付いてね入ってますけど、うん、僕はもう使ってないですね受信専用というんですかそれもなんか ね、二三週間ぐらい放っといて、あの三十通四十通来てるなーってなると、ああああ一気に全部開いて、ああはい、えー、終了みたいな感じになってますね。お知らせが多いですか、じゃお知らせというか。お知らせですね、ねはい。うん、だからもう今 LINE とかね、はい、SNS とかで連絡を取るし、はい、メールって基本的になていうんですか一、ね、対一ですけど、はい、あのー。 それってもう SNS でできるし、はい、なんなら SNS はグループ作れるので、はい、そっちのの方が便利なでねだから今何だったらメールを使うのかっていうふうに聞かれても、うん、いや特にメールで特化して、ね、伝えるべきことってないんじゃないのってスマホとかだと思いますね会社のパソコンとかだといまだに、ね、普通に使いますけれども。そそうす、ね、僕もそうでですすねね僕も このスマホ自体のメールはもうほぼ今開いてみたら。お知らせというか、宣伝というか、うん。はいはい。ばっかりでしたね。そうなんですよね。だから、いまだに、例えば、あの業務的な、例えば、あの。うん 別の方との,、うん、この例えばインタビューの打ち合わせをメールでやったりとかっていうのはありますけれども、うん、それすらももしかしたらあと、ね、5年10年もすれば SNS で、ね、当たり前のようにやるっていうんですかねん,なんか LINE とかで例えばあの依頼が来るとかはい、はい、仕事の依頼とかお願いとかをするのって、はい、何かこう例えばちょっと前まではなんかそれって軽くないみたいなうん、うん、っていう感覚があったんですけど、うん、今だと。 いや別にそれでもいいんじゃないのってちょっと思ってる自分もいますね。自分からはやらないですけど相手から来る分には全然構わないっていう感覚は今ありますね。全く一緒。だからもうはプライベートのものも うん、でちゃんとした仕事を例えば資料添付して送るとかっていう時は、まあ、僕はキャリアメールじゃないですけど例えば G メールとか、はい、そういうのを使って相手に送るっていうのは仕事これは仕事、うん、でプライベートが LINE とかそういうい SN SNS みたいな感覚だったんですけどもはや今はですね内,内部的な仕事、うん、例えば劇団のことだったらもう全部 LINE ですね。 利便性を追求していって少しずつそういう常識がこう、ね、社会の中で変わっていくんだろうなっていうのが今あって、うん、だからそのキャリアメールっていうのも。うんあの もうそろそろ廃れていく文化だったりするのかなという気がしますね。うん、昔ここれれしかなかなったけどねスだよよねねそうなんですだって僕が学生、まあ、高校生とか大学生の頃なんてメールが当たり前で、うん、やり取りはメールで一斉送信して、はい、みたいな感じだったのが、うん、もう今はね <laughs> 全然変わってきてますからね。本当ですねう、まあ、これは何て言うんですかね、うん、時代の変化であって、うんうん、いいも悪いもないと言いますかそうですねもっともっと便利なツールが出てくればもしかしたら SNS が、ねえー、今とはガラッと一変する時代が来るかもしれないですし今だからね今最先端のやつもまた何年後かにはね、うん、新しいやつ出てるかもしれんしね。そううですね、うん、うん まだだ,だからでもあの例えばスマホの機能とか使いこなせてない自分がいるので例えば音声認識とか僕全然使わないんですよ。とかあの家電なんかをスマホで操作して外にいながらうちに例えば帰ってくる時間に合わせてクーラーが、はいね、作動するようにしておくとか,だから、ね、画しとくとくかそういうの全く使いこなせてないですしだから何て言いますかこ,のこれが1台あれば ここの機をを中心ににしてて家電いいろんな指示を飛ばすことができるっていうねアイテムとかあるじゃないですか、うんうん、ああいうのを使いこなしてる方見るとうわーすごいなー自分は全くついていけてないなーって思うことばかりですね。でこれってさ、はい、結局スマホ一個あっても例えば家帰ってクーラーつけとこうってはならなくて、うん、要はこのなんていうの受け側というか、はい 操作される側もセッティングしないといけないってことですよね。おそらくそうですよ、ね。ペアでね。うん、スマホとペアで。うん、ってなってきたら、もう、ま、もう、ま、たこれそういうの面倒くさいなってなって、別にもう家帰ってボタン押せばいいじゃんって思ってしまうんですよ。僕。<laughs> 本当に。本当に。いや、僕もそうなんですよ。うん、あの。 家に帰った瞬間に快適な空間を作る必要って、うん、特に感じなくて家帰ってからボタンを押せばそこから快適になるんだからそれでいいじゃんとかでその間で僕風呂入ってるんでガラッと開けたら冷えてるからそれでいいじゃんって思うんですよとか耳っちいって言われるかもしれないんですけど、うん、電気代考えると、うん、ああま,あまあまあね,ねとかいろいろ思っちゃいますけど、うん、でもやっぱりうん まあ少し時代の流れにある程度対応はしていきたいなとは思ってるんですけどもねうん。でもう全て何ていうのかなオートマチックというかになるなっていく方向にいくと思うんですよ何でも。でアナログのものがどんどんデジタル化されていくふうになっていくと思うんですけど、うん、まあそんな中でもまあ 好きな人はどうぞアナログでっていう部分は残してほしいんですよね。そうですね。はい。選択ができる。そうそうそう。状況は残していてほしいですよね。ね人によってだからさっき言ったみたいに家帰ったらクーラー絶対ついてないと嫌っていう人もいるし、別についてなくてもいいっていう人もいるし、うん、特に車とかでもそうなんですよ。もう今いろんな機能がついてて、はい、いや俺これいらんからもうちょっと安くしてっていうのいっぱいあるんですよ。<laughs> ああなるほど。うん。いやもう変な話僕もうパワーステとクーラーとラジオあればもうオッケー。はいはい。 窓も全然くるくるでそんなでっかい車じゃなければね全然いいかなって思う人なんでその分んも50万ぐらい安くしてくれんかなって思ったりするんですよね。もう本当にいろんな機能があってこんなところまで気を使ってるんだっていう作る側が例えば近づいてこの何て言うんですかドアに手をつけた瞬間に。 ガチャとと鍵が開くく機能とか今触れなくても開きますすよよそうですよね、うん、近づいたらで遠ざかったら閉まるっていう。<laughs> っていうね。はい。なんかあのこれはそれをすごくありがたがる人とそれは別にいいみたいな人がやっぱりいるじゃないですか。<laughs> はいはいわかります。あのねあのそうなんですよ。これリーダーがいくら払うかなんですよ。うん。これでもねあのねこの機能は俺は欲しい。うん、はい、はい、あ,あの <laughs> 天気が悪い時、そうそうそう、すごい便利ですよね。あの荷物いっぱい持ってたりする時とかは、近づいただけで開いてくれると嬉しいけど、うん、けどエンジンかける時に鍵差すっていう行為をやりたいんですよ。はい、ああはいはい今ボタン式とかね。そうそうもう、ね、もうね鍵も出さなくても今かかるじゃないですか。うん。あんなんじゃなくて鍵差してひねるっていうのはやりたいんですよ。はい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 。ああ。 なるほどね。エンジンかけたらふいー。ってもうサイドミラーも普通に開くし、うん,なんだったらこの今高級車とか高級車でももうじゃ,じゃないのか。自分のシートポジションにウィーンってなりますからね。はい、はい、はい、はいはい。はい、なんかね。本当にいろんな機能があって、うん、どのどういう機能が搭載されてるかすら把握していない。自分がいるので、うん、車を買うときには？ なんか機能の一覧をずらーっとやってーはーはー最低限これだけあれば車は走りますっていうのだけチェック入れといてもらって、うん、でじゃあどの機能を追加したいですかって選ばせていただければいいなとれ本当はね本来こう一個ずつ全部選,ん選べたら嬉しいんですけどね。うん本当ですよあとは何て言うんですか、ね、僕車には予備のタイヤは乗っててほしいんですよ。 <あ>搭載してて欲しいんですよはいはいスペアタイヤスペアタイヤ今時はこれ乗ってないですよ乗ってないんですよね、はい、スペース確保のためとかいろいろ理由はあるんでしょうけどうパンク補修剤みたいのが入ってて、うん、パンクした場合はこれでやってくださいっつって僕一度あの大学時代に車がパンクして、うん、その時あのスペアタイヤがある車だったので、はいうん、自分でねスペアタイヤはめて、うん、あの難を逃れた 経験があるるのでで、はい、スペアタイヤ絶対欲しいなって思ってて思んですけど、うん、<で>僕もそのタイプなので、うん、逆に今時のやつ、はい、スペアタイヤなくてこの薬入れてくださいみたいなやつ渡されても、うん、分かんないです僕使い方が分かんないですよね <laughs>、はい、多分分かんないと思います多分 <laughs> 自転車のタイヤ補修みたいな感じでやればいいのかなとか思ったり勝手にしてるんですけどあ,ーーあのなんていうんですかそもそもどれぐらいこのねキットで補修したら、うん 持つのかが分かがらないいのでで信用ができないなるほど何キロとか何日とかね <laughs> そうですそうですっていうのもあってねで、ね、もうこういう技術はねあの日進月歩でもありますしい、うん、らんなと思ったらなくなっていきますよそうですねやっぱり淘汰されていきますからね、はい、そういうのってね、はいはい、バブルの頃に出た車の機能で、うんはい、サイドミラーにワイパーがついてるってやつあったんですよ <laughs> <laughs> あ,あったんですよ必要性が感じられない高級車ですよしかも えー、でそれちょっと、まあ、動くんですよワイパーだからでちょっとこれ、まあまあんまりはやらずでその次出たのが「はい、超音波でこのミラーを揺らす」っていう何のために水滴がつかないようにお<ー>とかいろいろ出るんですよ車って。 なんか試行錯誤した結果瞑想してるイメージがありますで結局普通のミラーに戻るっていう、うん、だからこれ技術の開発ねこんなに必要なんですよですねはい、うん、やってみたけどまあんまだなとかこれも別にやらんでもいいなっていうのをチャレンジができるからそうですねあの昔のテレビなんかでは今ほらボタンで、ねうんはい、操作しますけどなんか音で操作するってのありましたよね音高い音カチッカチッみたいなこのリモコンが音鳴るとテレビがつくみたいな、うん、本当に昭和の <laughs> 昔のテレビですよあ,あそうはいだからボタン式じゃなく電池いらないんですよだから赤外線何ええ知らないで、はい、それでカチッってそのリモコンのこの本当にマニュアルでボタンをカチッって鳴らすとつくので、うん、ただそのせいでそのリモコン以外の場所で高い音が鳴っても勝手にテレビがつくっていう <laughs> <laughs> 今それ言おうとしてたんで他の音でも変わるやしっていう <laughs> だから昔のいわゆる心霊現象ってそういうことなのかなって勝手にテレビがつくみたいな心霊現象 <laughs> だからそれ今見なくなってんだな見なくそれ,それも淘汰されて消えていったんですねわかりました <laughs> ありがとうございました,うました <laughs> そうなんですよだから必要なんですよそういうのってチャレンジというか一回作ってみたっていうのね、うん、はい、えー。お昼のニュースは報道部ニュースセンターから小橋川響きアナウンサーでした はい本日のアンケートをですねあなたスマホ携帯のキャリアメール使ってますか携帯会社の名前が入ったメールアドレスのやつ使ってるかと A が「はい」使ってます B が「いいえ」使ってませんまあ使ってますっていう方はしょっちゅう使ってても時々でもいいですはい、えー、まあ、一応今も使ってます使ってるというか生きていますがほとんどもうこれでやり取りしてはいないですねさっき響が言ったみたいに お知らせが結構届きます、ねまあ中には結構大事なお知らせもあったりするんで「おお」ってなるんですけど普段はいわゆる G メールですかをよく使ってますねあとはさっき言ったみたいにも LINELINE が8割かなどうだろうなやり取りはい行きましょうえー、皆様ごきげんよう地下作用と申しますこんにちは秋が近づいてるっていう感じがしない しますねちょっとずつねはいしてから今日のアンサー、A うん、友達から大事なメールが転送されてくるのでちょくちょく使っているよ最近は飛行機のスケジュール送られてきましたでは今日も時間まで読んだね、はいえー、タイトル「キャリアメールって何?」とは言わない分かってるってことですねはいありがとうございますなるほど。 現役で使ってますよつって。こんにちは。小川半です。よろしくお願いします。こんにちは。アンサー A。バリバリ使ってますよ。自分は今時珍しい部類に入るであろう。LINE やらない人なので。友人からの連絡は電話だし、家族間の連絡手段もキャリアメールのみです。それとうちの会社は、警報級の大雨や、震度4以上の地震が起きたときに、 安否確認メールが届くのでそのアドレス登録はキャリアメールじゃないとダメなんですスマホには G メールのアプリもあるけどまるで使わないですねで終わりまでお仕事頑張ってくださいへえ、そうなんだおかさんはいありがとうこれごめんなさいおかさんなんで LINE やらないんですかこれ別にまあ仕事なあれはねもうキャリアメールじゃないとダメって言うからこれ置いといていいんですけどなんで LINE やらないんですかねうん LINE やらないとこの連絡すする人が必死に大変なんですよ 2>, 2, 回2回やらないくなんでそういうかって言ったらケージャージがこの間までそうだったんですようち芸人いっぱいいるのにほ,ほぼ全員 LINE やってて連絡事項重要な連絡事項全部 LINE でなんか責めいんですけどまた1件だけあいつだけキャリアメールで送るっていう <laughs> って言って結構マネージャーが大変してたんですよであいつ最近 LINE やったんでめちゃ楽になりましたね って言ってましたねはい。え皆さんこんにちはリハビリ SE 調理師と申しますこんにちはマイアンサーは A のハイ、はい、使っています本土で仕事をして住んでいた頃からずっと25年間使っているので今帰ると連絡が取れ,取れなくなる友達がいるのでキャリアメールも使っていますラジオ投稿のメールもキャリアです そうですねはいリハビリ SE 調理師さんありがとうございます僕もアドレスはですね携帯持ってから1回も変わってないでしょあそういう意味もあってだからそのキャリアメールも普通に残してあるというかまだ使ってるんですよそう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 最初からの友達はこれで登録されてるはずだからこれなくすっていうのはちょっとまたできないですねう スマホ携帯のキャリアメール使ってますか ?A がはい。B がいいえ。キャリアメールっていうのは携帯会社の名前が入っているメールアドレス使ってますかと、えー。皆さんこんにちは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。こんにちは。早速今日のアンサーは B。格安スマホを使っています。以前のキャリアのメールアドに未練はないので、キャリアメールは使う手立てを取ってません。そういえばちょっと前。 昔のキャリアメールに連絡をくれようとした人がメールが届かないって SNS から言ってきたことがありました普段違う手段使っているのにね「ヒープーさんはメールアド長年同じですか?」ではでは放送をちまってね「これなんですよだから変えられないっていうかなくせないんですよ万が一誰かもしかしてこれで連絡取ってくるか」っつってうんで面白いですよね この加藤ちゃんに連絡してくれた人えあんたのメールが届かないよっていうメッセージが別のルートで来るっていうじゃあこれでやれやっていう話があるんですけど覚 <laughs> えませんあんたの電話通じないよって電話が来るっていうねのと似てますよね <laughs> 皆さんこんにちはイモコですこんにちはアンケート B キャリアメールは使っていないなそもそも契約がキャリアじゃないからさ メールはラジオのみ G メールで投稿しているよ今は LINE が便利さ友人家族部活全てが LINE になっているなでは時間まで頑張ってねはい今子さんありがとうございますーキャリアじゃない契約っていうのも結構いらっしゃるんですね僕はこの辺ちょっと疎いんで全然もうずっと同じところで契約してますけどうーん はい、ありがとうございますこういうの詳しい方いますよねあっちが安いとかね、うん、本日も聞いておりますラジオネームヌームですここんにちはこんににちちはは言われてみると全然使ってないことに気づいたアンサー B ですね昔使っていたキャリアまでは人とかぶらず乗ってた車のエンジン型式とかをアドレスに入れたりして分かる人にはおおっと気づいてもらえるかなみたいな。 遊び心を入れていたんですがキャリアを変えてからはキャリアメール以外の通信手段しか使わなくなったので最初の暗号みたいなアドレスのままで自分でも把握していないですね音をもうかもラインだしなやっぱりキャリアメールは全然使えませんはいいいですねあの自分で作れるアドレスにね自分の車の形式とかエンジンの形式を入れるっていうのね えー、タイトルがですね「昔のアドレスは VG30DETT」VG30 ってことですね。わ、はい、かりますわかります。これ聞くとあじゃあ,あれ乗ってたのかなとかね予想ができるわけですよね。だからこれねそうなんですよ。このアドレス来たらあこの人これ乗ってんのかなってなるんですよ。で乗ってない時も多いんですよ。<laughs>「乗っっててないんかいっていかう <laughs> 昔乗ってた」とかねそう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 これ多いですよね。 ああこんにちは神奈川県川崎市より川崎のしおんですこんにちはキャリアメールは使っていませんというか格安 SIM ななのででキャリアメールがないんです一応サービスを提供する会社のドメインのメールアドレスがもらえるんですがあれはキャリアメールにはならないそうですそのメールアドレスもほとんんど使っていませんが こんなに俺ちょっとちんぷんかんぷんなんだよなすごいな以前は格安 SIM への乗り換えの際にキャリアメールの有無がネックになりましたが私はほとんど使っていなかったので何の問題もなく今に至っていますねでは今日も放送最後まで頑張ってくださいはい川崎のしおんさん詳しいんだなこういうのにすごいねはいありがとうございます格安 SIM を使うとそもそもこのキャリアメールみたいなのはもうないんですか設定が あったりなかったり、うん、う全然俺これ疎いからシステムがあんま分かってないんだよな、はいヒープーさん、9本シーボンタイム中にもかかわらずお勤めご苦労様です石ころですはいこんにちはアンサー B キャリアはもう使ってないですねはじめはコピペとか文字サイズとかいろいろ不便しかなかったけれどもこれしか使えないって分かったらそれなりに使いこなしてきているので問題はないかな。 何より繰り返したことで費用が半分になったのが大きいので結果オーライです、はい、これすごいですよタイトル携帯4台で月5万から2万以下なったのは大きいでかいっすよ半額じゃないですか2万以下えー、半額以下えむ、ーね、すごいっすねはいありがとうございますこれじゃあ家族のはもうみんな石ころさんが払ってるっていう <laughs> ことですかね4代邪悲死なるなそれはなうん、だ詳しい人と詳しくない人で真っ二つですね、えー、蛇男さんツイッターで G メールってキャリア変わっても使えるの放置してるけど川崎の資本さんは採用ありがとうございますと格安下にした後も次々乗り換えているので今は3社目です今のスマホ代 毎月二千円前後ですね。ちょっとなんで？なんでね？<laughs> 仮面貴族さんキャリアメールってん？ビギナーメールってあるの？キャリアキャリア組。<laughs> ノンキャリアキャリア。<笑><笑>こんにちはラジオネームアンツバです。こんにちはアンケート A の使っています。 ただ今のメール仕様はラジオへの投稿だけで番組ごとにメールフォルダを作っていて採用メールは保存してますよはい。これもじゃあ保存域ですねアンさんありがとうございますすごいな番組元番組ごとにメールフォルダ作ってあるラジオネーム島上利ですこんにちはアンサー A 使ってますヒープーさんはメールアドレスはいくつ使ってますか 島上さんは三つ使っています。キャリアメールと G メール、iCloud の三つ使っています。え？は？なんで三つ使いてる使い分けているのか？そ、それは秘密。はい。うーん、島上さん、二つは分かりました。iCloud って何ですか？iCloud からもメール送れるの？アドレス。iPhone 使ってたらできる。あ、えっとそれにアドレスがたックワってくる。 あはいはいありますよアップル ID それ使ったらできるうんーいいやもうもうだって今でも多いのにもういい大丈夫大丈夫大丈夫間に合ってますあある持ってはいるもうすでにあ要するに愛を持ってたらもうオートマチックで持っているはず一回も見たことないよ顔も合わせたこともないけど「やった新カですよ」言われても「あんたのメンバーですよ」言われても顔見たこともないけど <laughs> 猫のデコが好きですこんにちはアンケートを終えメインで使っているのが携帯のキャリアメールでフリーメールが3つあるさ一応キャリアメールの方がいろいろ使い勝手がいいから基本的にはこっちだけどフリーメールのは検証応募用のとまれにキャリアメールで登録ができないサイトやアプリがあったからフリーメールはそれで使っているよ、うん、なんでこの結構詳しいななんねみんなもう全然ちっぷんかんぷんだけど俺はいありがとうございます3つある なんでかな、ね、今日はかなり蒸し暑く夏が戻ってきた東京から淡々のままです32度あいいえなはいこんにちはこれアンサー B でいいのかなそうですねキャリアメールは全く使わないです最近の学校は連絡がメールですそのメールの指定先がキャリアメール以外でと指定されていますなので使わなくなりましたね昔は連絡網とかがあって電話を伝言ゲームみたくやってたけど学校からの一斉送信 不審者情報やコロナの発生状況なんかもお知らせしてくれます。明日始業式の子どもたち早速明日の持ち物がメールで来ました。タブレットを忘れなくとのことです。時代を進んでますね。あい、いやいもうこんななってんの、ね、今。はいタンタのママさんありがとうございます。タブレットをお忘れなく体育着じゃなくて。えー こんなに変わってるんか <laughs> はい、じゃあコマーシャルです <laughs> はい、サイヒージャーパイセンイイビンこんにちは、今日もゆたしくですして今日アンケート B と思うぬやがキャリアメールんり最近はプラスメッセージっていうの多く使っているねあ、俺も最近これ使い始めたあれ電話番号とリンクしてるから真に便利ってばヒーポーターのぐしかは電車バトって聞いたけど本当ねはいヒージャーパイセンさんはぬやがキャリアメールって言ってるんですけどキャリアメールから送ってきてますよ アドレス見たら <laughs> <laughs> A ですねだからねはい。ヒープこんにちはアンサー B、えー、それの意味がわからなくてググったけどいまいち意味がわからへん頭はアナログですヒープずいぶん前にもらったヒープがハーリーこいでる写真が出てきたよヒープ超若いっていうことでウーパールーパーさんね。タイトルわけわかめって書いてますけどウーパールーパーさん B って書いてますけどキャリアメールから送ってきてますよ

キャリアメールから送ってきてますよ <laughs> <laughs> キャリアメールから送ってきてるけど分かっていない人コーナーうん。アイラブ864の皆さんヒープさんこんにちはニーソワルーですこんにちはアンケートは分からんから B メールを送るのはラジオ投稿だけになっているし受信フォルダーもここ数年開いていないかもまだスケベーメールって来るの TikTok でおっぱいの動画ばっかり見ていたら DM でひっちお誘いのメッセージが来るけどないがや、はい、タイトル「ヒープーさんが所持している AVD ください」困ってますなもパソコンがね11代目手配中ですからね買ったのかなあパソコン11代いやニューヨークの一流ビジネスマンやしや <laughs> 僕十一代かまんあじろ何年の間に11代よやはいありがとうございます今大事だよこの人がどんなものを SNS で見てるかみんなわかるからねお知らせが晩年来るよ玉ティロさんヒープさんこんにちはアンケート B いつもメールを送らせていただいてるのは iPhone の iCloud メールですよこのメールって勝手に iPhone から送信っていうのがつくんですよこのいらない報告をしないようにできないですかねなんか恥ずかしい あとキャリアメールを使ってた時は迷惑メールが多くてそれで使わなくなった気がしますでははい玉テロさんありますよねたまにあるんですよこっちに届くメールで iPhone から送信っていうこれあの表示を設定で変えられますよっていうことでいやなしにできるっていうことですよねだからこの iPhone から送信っていうのをつくからみんな勝手に今あの冷やし中華食べながら送信とか送ってくるんですよ聞いてないんですよね <laughs> さあ1時になりましたティーサージパラダイス午後の仕事もですね車の運転もぜひ安全第一でよろしくお願いいたしますババンのコーナー <laughs> これやろよさ <laughs> これよくわかんないですけど <laughs> えー、ラジオネーム刻みわさびさんの給油所のおっさんにババン安くて行列のできる給油所俺げんチャリで 言う前におっさんが「レギュラーねえ」って俺は「は廃屋満タン」って言ったらおっさん小声で「廃屋をぜいな」って「はいレギュラー満タン」ってレギュラー入れようと「は廃屋だよ」ってちょっと切れ気味に返したので廃屋を給油したがこの原茶リ新車で買って10ヶ月ずっと廃屋だよ何が贅沢なんだよエンジンにも優しくだろ おっさんは薬飲む時公園の水道水で飲むのかミネラルウォーターで飲むのかどっちか。と、はいうことで、うん、<laughs> さまあまあエンジンにいいかどうかはまた置いといてですねあのお客さんが早くっつってんのねえいいよもったいないレギュラーでいいよ」っていうとこある <laughs> いいやし別に「はいよく入れたい」って言ってんだから入れさせてあげればいいのにはいさあ、えー、本日のアンケートをですねスマホの携帯のキャリアメール使っていますか A が「はい」使っています B いいえ使っていませんねもう分かったでしょキャリアメールって分からんあの携帯のメールアドレスに会社の名前が入っている携帯会社の名前が入っているやつですよあれキャリアメールっていうみたいですよ 僕も知らなかったんですけど <laughs> はいえっとね敗退おしまいしままいいいですはこのメッセージもキャリアメールで送っていますし独身時代の友人知人で SNS のアカウントを知らない人たちとはキャリアメールでやり取りをしてますよそういえば昔は彼氏や彼女が変わったり 好きなアーティストの新曲が出るとそのたんびにメールアドレスを変更する若者がいたなあとメアドが顔文字かっこアスキーアートになっていたりね当時すでに大人だった私は面倒でそんなことはしなかったんですがはいおしまいしまいさんどうもありがとうございますあのあんまりこのなんていうのかなコピペという 習慣が根付いいてなな世代なのでもうお前アドレスにこんなの入れたらお前打つ時アドレス打つ時死になんギャラにっていう「わーい」とかね入ってますよね。あとよ地味によ真ん中の棒下の棒とかもうね打ちにくいんすよ。<laughs> じゃあ,あの今はないですけど昔じゃあ,あのメールアドレス教えるさって言って。 高でバーって言ってワーって言って全然打てないですよ。わかりますアンダーバーアンダーバーノエがアンダーバーにど,どこにあるまだ <laughs> どこみたいな、ね、あとまあドットと点もいろいろ種類があるじゃないですかもうあんなんでっつってまああの変な乗っ取られたりしな,いしないようにだと思うんですけどもうこんな面倒くさい打ち方したらもう大変だなっつって。 うんえー、皆さんお久々こんにちは猫大好きマイマイですはいこんにちはえー、アンケート A 使ってる使ってるよ旦那のお母さんとはキャリアメールでやり取りしてるよ LINE だと既読するとかスタンプで返事とかなんか失礼になったりするかなと思ってまあ結婚した当時はまだスマホがなかったからガラケーでのやり取りが今でも続いてるという感じですけどね いつまでもお母さんとは仲良くしたいですからね。うふふじゃあ、ひぶさん時間まで頑張ってはい。猫大好き。まいまいさんありがとうございます。いやいいんじゃないですか。うんはい。まあ、あのー、旦那のお母さんとかはもうね。私これしかできんよ。パターンですよね。だからもうこっち側押さないといけないというかね。うん。こんにちは。カンパチです。こんにちは。 すごい,い,いんだよなこれ内地からのメールなんだよなすごいなキャリアメールは格安スマホに乗り換えの時になくなりましたこれは秘密かもなんですが大手キャリアが乗り換えさせない作戦なのではと思っていますかみさんの母カッコ82歳のスマホ乗り換えの時に引っかかったキャリアメール使えなくなると困ると言い張る義理の母メールの内容を見ると広告ばかりでした毎月 1>, 1万2千円ぐらいの支払いでしたが乗り換えて月々1,000円ちょっとにした僕は嫌われても偉いと思うんだなええー、毎月1万2千円が1,000円ちょっと10分の1やしええちょっといやこれ絶対感謝されてると思うようーんもう俺もこれ変えるべきこんな話聞いてたらなんでね またご年配のコースがいろいろあるんですよね。わかります。優遇されてるコースがね。はい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 。ヤシが1000円ちょっとはすごいな。あこの番組には初めてメールします。喋りもスクラッチもできない DJ パルユと申します。あと何ができますかねじゃあ。<laughs> すいませんじゃあウェルカムを。えっとね DJ パルユさん。はじめましてウェルカム。 ん。<noise> ありがとうございます答え僕は基本的にはキャリアメールを使っています投稿もキャリアメールから上司の連絡も偶然キャリアメール G メールはメルマガとかの受信に使うサブポジ的な扱いですはい。初参加 DJ パルユさん <noise> ありがとうございますこれからも4名参加してくださいね <noise> もう俺逆っすね今 <noise> メインが G メールだってキャリアメールがサブポジだな はい、ありコロナの内いですねうれもいですね嬉しいですねはいえー、ラジオお聞きの皆さんこんにちはカーチーベイですよピューイこんにちは今日のアンケート A ですよこの送ってるメールもキャリアメールになりますなってますねはい中学生の時からずっと同じメールアドレスっすね一度はさびれたアドレスがラジオ投稿のおかげで大活躍ですありがとうラジオ機内 T サーチパラダイス ではでは放送ラストまで縛るよ。はい。カーチーさんありがとうございます。うん。ちょっとジェネレーションギャップを感じますね。中学生から同じメルアドですメルアド。もしもし。<laughs> 家にしか電話なかったですけど、中学生って個人対個人の連絡？本当にごめんなさい。手紙ですかね。マジで。<laughs> もしくは 交換日記今でいうその LINE のやり取りって交換日記なんですよあの時のもう意味も分からんでしょう交換日記ってあのノート一冊準備してこれね今日僕書くじゃないですかほんでこれまた相手に渡すんですよそしたらまた相手が今日のこと書いて手紙のやり取りを一冊のノートでやるっていうことですよねでターンが一応一日っていう一日ってあの時最速ですよはい 当時の最速は1日です1日で返返事が返ってくるすごいっつってうわうわわわ,わ今病病うん鴨の母ですこんにちは送信はここに送るためだけに使ってますねそれ以外は受信のみでは使ってますねパソコンメールも受信できるように設定したいけどどんだけ入ってくるかわからないから怖いのでやってない 友達とかは l i n がメインですね、はい、鴨の母さんありがとうございますこれね甘く抹茶で一緒ののぞみがツイッターに上げてたんですけど開けてないメールが1万千いくらかでしたっけ意味よと思って意味よっつって多分これって 要はこの例えばキャリアメールをそのまま使わないままをそのままにしていてそこに番内毎日いろんなコマーシャルのメールが入ってきてるやつをもうめんどくさがか開けないってやってたらこんななってるってことですよね。あそうかそうか表示がこのメールのアイコンになってるからキャリアメールも他のパソコン用のメールも全部ここに表示されててこれ宣伝やすさとかって思うの開けないでいると1万千いくらかなると。<laughs> のぞみ聞いてるこれあの前 T ーサージでもアンケートやったんですけどこのアイコンの上のこのちっちゃい数字あのぞみのだったら1万1000いくらですよねで僕だったら今パッと見たらツイッターのところが6なってるんですよでフェイスブック一1なってるんですよでこれは要はこんだけ未読のやつがあるよっていうこの数字を消さないと気持ちが悪い。絶対に だから今周りの男性おじさんたちさんにはうんうん言ってるんですけど「のぞみ」「<laughs> 1>, 1万とか」ってなってきたらもうこれアイコンよりこの数字の見が大きいよ赤が緊急信号だよこれ <laughs> 絶対俺これなくさないと気持ち悪いんですよわかりますうんおいしさ略してピンパンだよあ久しぶりです僕はよく行くね お店 <laughs> よく行ったつもりになっているお店ねうんアンサー A のバリバリ使っている各店舗の売上メールが入ってきますパソコンのメールだといちいち開いて確認しないといけないのでスマホで在庫を確認して即納品するのでかなり大事ですじゃあ今日は定期便なので日分にがいつか来る日を祈りながら掃除しとうこうねはいえー、ピンパンさん緑満食堂 ですよねもう行ったから3回行ったら1回行ったら計算にしてくれてるはずなんでもう45回は行ってるなお店に <laughs> はいあはあ各店舗の売上で使っている結構重要なポジションを使ってますねうーんラジオネームアーロンさん皆さんこんにちは気づいたらセミの声聞かなくなりましたねおい そうっすね、俺が今住んでるとか周りキー番なやるけどあれセミ何したかな<う>アンケートのアンサー A ラジオ番組にメッセージを送る時とか LINE これ LINE のことか ?LINE 知らない相手とか <laughs> 内地に行く時にホテルや飛行機を予約する時にキャリアメール使ってますよ一昔前までは連絡先を交換したと時は携帯番号かメアド教えて だったのに最近はかインスタ教えてですよね。イブさんはガラケーの頃チェーンメールが回ってきたり誰かに回したことありますみおかだ。おっと <laughs> はいアーロンさんありがとうございます。いいタイトル「C メール」ってもう死語なのかなあんま聞かないですねもうねはいありがとうございますそうらしいですね 僕にとってはラインが一番今最先端の連絡方法かなと思いきや、最近はインスタ教えてっていうみたいですね。まあインスタにも一応ダイレクトメールがあるんで、それ使うってことですよね。まあ、コンもうこんな人でも SNS って大体 DM 機能ついてますよね。うんはい。こんにちはお仕事お疲れ様でございますボロロボでございますこんにちはアンケートウ投稿メールもマキエメールもキャリアメールを使って生きています。 時々迷惑メールがうざい当選しましたとかあなたに財産譲りますとかなんで私にあなたのアカウントが乗っ取られましたっていうのもそのアカウントを作ってすらないし迷惑メールを送る人はヒマラやすごい新しいでは最後まで楽しんでくださいボロロボさんありがとうございますあのね何だったかなこの23日でねあのね な,な,なんて来てますあ全然関係ない人から「りっちゃんのご家族ですよね」っていうねあーうまいかきゃ退院してるはずだと思うんですが電話がつながりません申し訳ないんですができれば今日中に、えー、篠崎から連絡あったと伝えてもらえませんかんい、はい、どちら様ですかというねお話ですよね <laughs> 俺キムタクからも来たことあるんだよな <laughs> 俺かの人一時入ってたよねキムタクのね あとね今なこれメールじゃないのかな国税庁からっていうやつがあってこれはもう絶対やらないでくださいよっていうのを国税庁も言ってるんですけど要は税金未払いの分があるからもうどこどこに振り込んでくださいとか振り込みあなたの口座教えてくださいみたいなこんなん言うわけないさ国税庁が。そういうのも今出回ってるよって注意してくださいっていうことでしたよ。うーん たまにちょっと笑うときあるんだよなキムタクから来たやつは本当になんか本当にこの間一緒にライブやったみたいなテンションで帰ってきてましたよ <laughs> <laughs> あれやったかなと思ってやってないな、えー、こんにちは白目部部長ですこんにちはアンケートの答え B 電話代を節約するためもう10年近く格安 SIM を使っていますあ結構 結構早い段階から格安シムむなので今3代か今4代キャリア様のいずれとも契約をしておりませんので権利がございません昔は1人1万円近い携帯代でしたが今は夫婦2人で3000円しませんよかっこどや顔それではいつも楽しいラジオ放送ありがとうございます詳しい人だタイトルテクニシャン 書いてますね詳しい人だなはいありがとうございますそうですかまあねうん、まあ、大人の事情もあったりするからな、うん、皆さんこんにちは T ーサージにははじめましての薄皮弱身と申します漢字がすごいんだよな薄い皮に弱い「み」薄皮弱ゃみさん すませんウェスカワ・えー、薄ジャクミさんはじめましてウェルカムありがとうございます出身はイケメンヒープーさんの隣町ですアンケートアンサー B 学生時代にエロ動画や出会い系サイトを見すぎて迷惑メールがすごいことになりキャリアメールを見なくなり LINE に変更しましたはい薄ワジャクミさんありがとうございます とということはエロとか出会い系を見すぎてキャリアメールに迷惑メールがバンねイク来てこれも開けない子っていう人はさっきののぞみみたいになるんだのののみ何何見見ててたた動画あれ俺あんまり来ないっていうことはバレてないってことですよねだからそういうエロサイトとかに。いややっぱり日頃の行いやんばいよ。 所詮42歳ですこんにちは BLINE 大好きガラケーの方には、えー、番号でできるショートメール Twitter はラジオ機能を除くだけやってますけどインスタとかブログとかは一切やりません日頃の行いとか過去の行いがとても悪いので基本的に人とつながることにはシビアです知らない番号も取りません電話帳に載ってる方のみ 全くもって危険な世の中になったもんですやれやれたぜはい所詮42歳さん危険な世の中のせいにしてますけど過去の行いが悪いからじゃないの <laughs> 自分で書いてあるけど <laughs> はいありがとうございますうん僕例えばですねこの仕事をしてなかったら SNS やってたかっていうところなんですけど やってるでしょうねほんで全部車のことばっかりしてると思います多分 <laughs> 多分やってると思いますねはいでは1曲おおなんということでしょうラジオネームカープボーイさんからのリクエスト漢字当て字なんですよねこれね男組でタイムゾーン入りましたうわ。レコードですよはい カーープボーイさんからのリクエスト男組で「タイムゾーン」という曲をねラジオから浴び,あ浴びらしましたねレコードでだっけこれこんな時代だっけすごいなはいあのツイッター見てたら「カープ協定さんは開封してないメールが4万5,000通以上ありますね」うん、っていう <laughs> 見てくださいほらほら ほんでその下に千葉っちさんが「意味よ」って言ってえー 49, 通ですね、えー、これいいのかこのままにしてて別に何も弊害ないのかなこれなんかあれありましたっけえっと開けて全て既読にするとかそういう装置がありましたっけ <laughs> これ,っれそうですよね全て既読にするっていう文字です 装置がないんだったら、四万九千六百四つ全部一個ずつ開けていかないといけないってことですか。やらないですよね。もうね、もはやね。あ、全部も捨てるとか消去とか。あ一個だけ大事なの入ってたらどうします？一個だけ入ってたらどうします？昔の同級生から。<laughs> 怖いね。 4万死の人口かや <laughs> <laughs> 皆さんこんにちは大阪のうっちぃです毎度こんにちは今日のアンケートを使ってないの B 携帯の SIM を格安携帯 SIM に変えてからは一切使っていませんねパソコンで使っているメールをスマホで送受信しているので携帯メールも必要がないですしそれではまたメールしますはいうっちぃさん,んパソコンで使っているメールをスマホで送受信している ああそういうことか要はまあ、例えば G メールみたいなのをスマホにで見れるようにしてると僕両方やスマホで見れるんですよこれもだからもう便利なのかそうそうじゃないのかよくわかんないんですけど両方見れるようにしてますねアタビ G ですハイサイこんにちはアンケート B 最近から格安料金の携帯会社に乗り換えたのでもう使ってませんね月に5000円を安くなりましたすごいな ちなみに、ずっと昔に使っていた実家や親戚、友達の固定電話の番号が。いまだに記憶に残って、消えません。他のことを覚えたいのに。<laughs> なんかもったいないです。はい。渡辺ちいさん。ありがとうございます。そうっすね。あのね。いや、もう。実家の電話、固定電話。以外は。忘れたな。 当時だから彼女の家出に電話してたんで絶対にこの番号だけは忘れないであろうと思っていたんですがもうもう何十年も経ってるんで忘れてますね隣のお家もしょっちゅう電話してたんですけどもこれも忘れてますね実家の番号だけだなはいありがとうございますこんにちは午前中の仕事で汗をかきすぎすでにビールが飲みたくて仕方がないゴジラですこんにちは アンケートの答え B「来日してからは全く使っていません」「今確認したらキャリアメールは未読2,937件でした」<laughs>「何でも触っていない割には少ないのかな」「以前は迷惑メールが多く夜寝て朝起きたら400件以上も届いて困っていました」「しかも当時は受けた側にも料金が発生するからよくわからないうちに携帯使用料が何万円もしていましたよ」「自分のメールの相手は10人もいないのにね」 最近は一体どんなメールが来ているんだろうとチラ見してみたら知らない女性の名前から「久しぶりまた連絡欲しいな」とあったのでこの後返信してみたいと思いますそれでは最後まで読んだ千葉を「ういいですねタイトルすぐに返信するとダサいかな」と悩む54歳バカじゃないかやるなよ絶対や知らんどうや <laughs> かなまあこれは絶対冗談で書いてると思うんですけどもうさ文面見てからよえ「今時こんなの誰が引っかかるかよみたいな文面なんですよでもこれが送られてくるっていうことはやっぱ何人かいるってことですよね。変な話1万通送って1人当たればもうラッキーぐらいのテンションで多分送る方送ってると思うんですよ。本当にもうね「初めてのラジオ投稿です読んでもらえますように」。 サータロスですはいすいませんじゃあウェルカムをサータロスさんはじめましてウェルカム、うん、ありがとうございます今日なんか初投稿多いっすねアンサービメールは中学生まででしたねメールといえばチェーンメール流行ってましたねヒープさんチェーンメールって知ってますか怒られた送られてきた文を知り合いみんなに回すやつです 本当ですよカルチャーショックもは,なはだしいですよメールはもう中学生で卒業損 <laughs> LINE ってことですかじゃあその後はなどなどあーだからチェーンメールってそんなに詳しくないんですよだって僕らあの時はこんなのなかったですから最初はもうメールの後半の方ってことですよね これを何日以内に誰、何人に回さないと不幸になるとかそういうやつですよね。ああ、回さないですよね、えー。中学生でメール終わってる。ああ、さっきも言いましたけど、手紙ですよ。まだ。マジで。えー、あ、こんなのあったよね。そう、不幸の手紙。そう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 。 おん全く同じやつが手紙バージョンがあったんですよこの手紙を何人に何日以内に配らないとお,お前不幸になるよっつって手書きですよ <laughs> ある意味なんかねちょっとね文字の練習にもなってんじゃないかなっていう思うぐらいの牧歌的な <laughs> <laughs> 不幸の手紙ね。皆さんこんにちはラジオネーム LLP ですこんにちはアンサー A 仕事先とラジオ番組に使っていますよ。して先月4年半ぶりに機種変更したらメールがバージョンアップしたからなのか迷惑メール専用のボックスがありましたよ。あるよそしたら合図もなく勝手にそこに入っているのでとりあえず快適になりましたよ。あとショップのスタッフさんが言っていたのですが安いプランのタイプはメールは別料金で月々の料金がかかるそうですよ。確かに今は LINE があるし G メールもあるんで必要ないかもしれませんね。 ちなみに二十歳の娘メール持っていないですよ。ではでは仕事しながら聞いてますね。はい。LLP さんありがとうございます。もはやもうすでにもうない。最初からない。はい。あのまあこれも設定の問題なのかもしれないですけどきすぐ来ない時あるんですよメール。わかります ドバドバドバってまとまってきたりするときもあるんでそういう意味では LINE は怒ったらそう金庫になるなんですどこでもそういうスピーディーの差はあるんだよなツイッター見てたらショッカー戦闘員さんそして風達さんそして金曜定期便さんみんな同じことやってます「不幸の手紙懐かしい」<laughs>「<laughs> <laughs> ショッカー戦闘員さんも不幸の手紙回してたんですね」 同じショッカー内で回してました <laughs> あ金曜定期便さんは「7人に送り返さないと呪われる」って書いていたけど昔は暇で時間があったんだねっつって <laughs> あれ7人7通過くって定義えろやあれや字上手ないんだ <laughs> 皆さんこんにちは奥野山猿ですこんにちは「んじゃんの山裾からはヤンバルクイナの鳴き声が聞こえてきますいいですねキャリアメールというのですね」 今日初めて知りました番組にはキャリアメールで送っています携帯を持ち始めた時に自分でメールアドレスを設定できました簡単なメールアドレスにすると名惑メールが入ってくるので長いメールアドレス数字も入れた方がいいよとのアドバイスで現在のメールアドレスにしました長すぎて自分でも覚えきれないのでメモしてます <laughs> 長くて複雑にするとメールアドレスにすると迷惑メールが入らないよと言われましたが、今ではアドレスが流出したのか、変なメールが毎日のように入ってきて困っています。ラジオ番組のメールアドレスは短くて便利ですね。はい。奥の山猿さんありがとうございます。あんなに苦労して長いのにしたのに、結局迷惑メール入ってくるんかいっていうねことですね。はい、t サージパラダイス昼にボケとこ。 さあやってきましたよ昼ボケのコーナーということで今日もね一番面白いベストギリスト決めますよとはい今週のお題いいお題ですゾンビに襲われた時に助かる方法を教えてくださいねゾンビの対処法ですねはい行きましょうえー、ラジオネームウフソーマルソーさんソフィーマルソーだな ウフソーマルソーさんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてくださいマギータマンがヒットしたふりをして「ちょっと竿を持ってタモ取りに行くから」と竿を持たす、ね「海バターだったらまだいいけどや <laughs> ほんなら那覇のど真ん中でや「ヒットそうのど売りやむっちょうけや」じゃないよやあなんか釣りわかるかな釣りうん タマティロさんの「ゾンビに襲われた時助かる方法」を教えてください「ゾンビにラジオでハッピーアイランドを聴かすとゾンビが人間へと戻っていく」おーなるほど浄化というかねこの番組聴かせたらどうなんでしょうかね「<laughs> 暴れる」っていう <laughs>「暴れ出す」っていうね 寝てたゾンビも暴れ出すっていうね続きましてヘンラビさんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてください <music> その前にゾンビ用の服に着替えさせてとお願いするゾンビにあ、いらっしゃってるけどごめんまだ洋服はゾンビ用の服じゃないんでなんでゾンビ用の服って食べやすい服ってこと食べられやすい服ってことですか <laughs> <laughs> 汚れてもいいやつか先 <laughs> 業きがいいなじゃあなはいありがとうございます <laughs> 続きまして顎の面積お兄さんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてください <music> あまりにも少なすぎる給与明細を泣きそうな顔してみせるうーちょ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 この封筒見て。 八月分。おー <laughs> 帰ろうね。ごめんや、頑張れよつって。ね、安心やさしいやろ。サバドゥーンさんのゾンビに襲われた時、助かる方法を教えてください。<music> 旦那を差し出す。ちょちょ待てあれ。いやいけ。これから仮面やり、と。<laughs> ひどい <laughs> イケペイさんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてください <music> まずそこら辺にいるおじいかおばあを食べさせてちいちカーカーさせるひどい <laughs> <laughs> はいありがとうございます待て待て待て無理あれか食べれ前菜前菜じゃないよや <laughs> 誰が前菜よや ねはいえー、スピマスでいいんじゃないですかさんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてください「添加物だらけ」と背中に書いておく、うん、あーなるほど俺美味しくないよっつって多分体に良くないんじゃないかな <laughs> あったあの健康を器使う <laughs> 体に良くないんじゃないかなっつってね タオルくれたピースさんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてください <music> おいあんたたかしいじゃない久しぶりだねいつ沖縄に帰ってきたのっていいゾンビが誰だったかなって悩んでる隙に逃げるあーなるほど失調路じゃないかっていうね沖縄だったら結構あるあるですよねおい待って待って,待って大学どこだった <laughs> あおきごくどうや見たことあるよや学生番号何年八九、八九だろ89う <laughs> ーして <laughs> ルパン買した藤彦ちゃんのゾンビに襲われたとき助かる方法を教えてくださいはいカット。もっとこう右手を上げて,って監督風にゾンビにアドバイスするなるほど これ映画撮ってたんだって思わすっていうことですよねちょっと君迫力足りないよどこの事務所ね。ねん、はい、黒幕さんのゾンビに襲われた時助かる方法を教えてくださいあ、はいあ、はいあ、はい私急いでるから先になろうねと急いでる雰囲気を出すなるほどあの お祝いとかかで人前から横切る先になりましょうねっつって横切っていくっていうゾンビをね「先にやりましょうねっつって」<laughs> <laughs> ね「いいよいいよ」っててねまあ <laughs> 沖縄の人の気質のままゾンビなってんだったらその辺をちょっともしかしたら通用するかもしれないけどね <laughs> あ、はい、後からマーティこうよやっつって。<laughs> <laughs> はい、でいましたじゃあですね本日のベストオギリストを決めますよということでゾンビに襲われた時に助かる方法ですね今日難しいなあ、うん、えー、顎の面積お兄さん給与明細見せる泣きそうな顔で <laughs> うん いくらもうも,もらってんのかなゾンビ側はもしゾンビ側の方が少なかったら余計怒るよね「あったろうが少なさんどうや」っつってねっうーん池ペイさんまずそこらへんのおじおばあから食べさす <laughs> お前ひどいなあ <laughs> やがそこらへんのんに <laughs> はい うーん悩んだ結果今日一はこれですねタオルくれたピースさん「おいあんたかしいじゃないいつ沖縄帰ってきたの?」っていうほんとに隆だったりするからね沖縄の場合あんたえゾンビに壊れてからゾンビになってからにゃななあんたな地に行ってたんじゃないのな地に行いとけばこんなもんならんかったのにやってずっと喋ってるっていうねうん。<laughs> ちょっっとうーってこんなに右両手前に出してきてたのが腕組みしたりしてゾンビを「う <laughs> ーっつって誰 <laughs> <laughs> だ,だ,だったか本当にだある可能性あるからなしのなマジで沖縄でもしゾンビはやったらはい、はい、ということでまだまだねゾンビに襲われた時に助かる方法教えてくださいはいあのー、アンケート戻るんですけどさっきちょっとね のの手紙の話したじゃないですかで世代によって懐かしい懐かしいっつってねいろんな方がツイッターに書いてあるんですが大米さんがあっ不幸の手紙で思い出したうちに棒の手紙が届きましたよ誰かがどこかのタイミングで「不幸」って書けなくなったのかな俺意味わからなかったんですよなんで「棒の手紙」って。<laughs> 皆さん一回不幸って書いてみてください不幸の不って頭出ないですよね幸って幸せのこの幸ですよねとこれもうひっちり書いて何になって頭出したらこれ棒っていう感じになるんですよ <laughs> あなたは一週間以内にこの棒の手紙を七人に送らないといけないですよ棒かなんで棒なのかって分からんけど怖いから棒ってずっと書いて出すっていう え棒の手紙超運動や <laughs> <laughs> 面白いな字汚かったり間違えてたりしたら恐怖感がゼロなんですよねマジで <laughs> <laughs> 皆さんこんにちはプルタブと言いますこんにちはアンケートをえ使っていますよ20年以上になります初期設定のメールアドレスのまあまあですほぼラジオ番組へのメッセージ用で使っていますよその他はラインぐらいです 毎月 G メールが届きますが完全に受信専用ですそんなに送る相手もいないし飲、うんじゃあまたあプルタブさんこれは最初のメールアドのまあまあということはこれ要は機械が考えてくれるアドレスってことですか最初に,最初にめちゃくちゃ覚えにくいこれ覚えてんのかな自分でうーん <laughs> はいいありがとうございます、まあこれだったら迷惑メールあんまり来ないかもしれないですね。ヒープさんデイさんみんなさんよろしくいんですよよよよろしくいいんよはいこんにちはイー e さん今日のアンケートを使ってるよキャリアメールと Gmail 使ってるよ低サージに送る時もキャリアだ最初スマホ持ち始めの時はキャリアが基本だったからだはずね大事なやつは結構キャリア使ってるかもあ子供たちの習い事のタイムカードもキャリアだよ メールで知らせてくれるからサボれないよキャリア使ってるかなんでこのアンケートなのなんで怖い何かあるのあ、昨日お客さんのメアドをふと見たらお客さんの名前と大友康平って入ってって爆笑したよろしくインでしたはいあとなんかファンやんばれさんに <laughs> はい、ありがとうございますっていうかよろしくインさんのアドレスにも アーティストの名前入ってますもしかしてファンじゃないのもしかして人に言えんやし <laughs> <laughs> そうか大友公平って入ってたら大友公平さんが使えそうですけどね本人がね <laughs> 皆さんこんにちは東京都練馬区のユーナパパですよろしくお願いしますこんにちは今日ナンサー A の使ってます IT 部門にいるんで情報システムと処理エラーとか機器停止が起きるとシステム監視からエラー検知メールが自動で出ますフリーメールだと遅延やら迷惑メールご判定もあるのでキャリアメールで受け取るようにしてますなるほどこのシステム監視システムが止まった時は監視しているセクションからまず電話が来るので24時間365日いつ電話が来るか分かりません昨日久しぶりに検知があり 早朝4時に電話が来て叩き起こされました。ハンダ864の皆様こんなことあるんですかね。はい、それでは今日は後から聞きますということで。どんなんですか。緊急事態の時はある。そうね。放送止まったら大変だもんね、うん。はい、ユーナパパさんありがとうございます。あのー、僕の兄弟もこんな仕事してますよ。24時間。いつシステムが止まったらオートマチックでこっちんてん中古るっつって。何時でも関係ないっつって。 うわ大変ですよねうんでもタイトルに書いてありますけど「知らせ方超なること一回電話来るんだへえー、でも電話してる人はな誰ねこの人がずっともう先に現場にずっといとかんといけないってことでしょ到着っていうのがあるんかうわ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 ローテーションで決めるんですかね多分ねうわ大変はい